エレファンティネ島西岸、ナバータート島から見た、エレファンティネ島のヌビア人の村エレファンティネ島は、ナイル川の下流域にある川中島である。東側の対岸にアスワーンの町がある。島の南端部には、主に新王国時代に建てられたクヌム神殿遺跡やナイロメーターの遺跡がある。なお、現地では、アスワーン島がフォーマルな名称である。エレファンティネ島は、 ナイル川の第一急流を構成する無数の島や岩礁の一つであり、当該第一急流の北端に位置する。古代エジプトの地理概念では、エレファンティネ島が上エジプトの南端であり、第一急流を越えてナイル川を遡るとそこは、ヌビアと呼ばれる地域であった。また、エレファンティネ島には、第一行政区の首都が置かれた。エレファンティネ島は、エジプトの南部に位置する。 ナイル川の中にある島である。南西から北東に長い島であり、ナイル川の第一急流の終端部を構成している。島の西側には、島全体が植物園になっているナバータート島がある。南側には無数の小島や岩礁が浮かんでおり、東側の対岸には、アスワーン市の中心市街がある。工述するようにアスワーンはもともとエレファンティネ島に、従属する集落に過ぎなかったが、 現在は都市化が進み、エレファンティネ島をその行政区の一つに取り込んでいる。エレファンティネ島は観光業が盛んである。アスワーンから島に橋はかかっていないが、ファルーカと呼ばれる三角棒の小型船に乗ってナイル川を渡下できる。主要な観光資源としては、島の南端にあるクヌム神の神殿跡のほか、パームヤシの木で囲まれた二つのヌビア人の村、 アスワンダム建設以前のヌビア人の日常生活を紹介するアニマリア博物館などがある。島の北端部には大きなホテルがある。エレファンティネ島の歴史は極めて古く古代エジプトの広王国の時代から島には町が存在していた。島の名前はヒエログリフで右形表のように表される。ヒエログリフの転写方式には種旨のものがあるが、 ユニコードバージョン1.1に基づいて転写すると BW になる。より簡易な方式ではアブはあるいは 3BW とされることもある。島の名前 BW は古代エジプト語で像あるいは造形を意味する。読み方は中エジプト語ではライブーと発音し、後期エジプト語ではイーブーと変化した。造形の島という名称から推測するに、 エレファンティネ島ははるか南のサヘル地方で産出される象牙の取引所として重要な場所であったようである。別の説では島は象から身を守る場所であってその意味のギリシア語の単語エレファスなどと記載されている。英語圏やフランス語圏などで広く通用しているエレファンティンの名称は上述のように古代エジプト語で象、象牙を意味するアブーを古代ギリシア語に訳した。 ラムダイプシロンファイアルファーニュータウニューイータに由来する。王国時代エジプトにおいてエルファンティネ島は南への扉という別名で知られており、エジプトという国ないし地域の南限であると考えられていた。島の南部には紀元前4000年前からスントという城が築かれていた。スントには浮く町という意味がある。古代王国はこの町を税関として、 また南の国との交易の場所として利用していた。長年続けてられている発掘によると、皇朝時代のエルファンティネ島は、日干しレンガの壁で囲われていたことが分かった。また、島には居住区の他に、当該地域の地方長官の住むところや、総国、さて都心を祀った、荘所があった。当該荘所は、最も古いところで、第六王朝まで遡ることができた。 島ではまた、小規模な階段ピラミッドであった可能性もある、石切り場の遺構も見つかった。この遺構が階段ピラミッドであった場合、それはスネフエルにより起こされた第四王朝により、建造された一連の記念碑の一つと考えられる。なお、東海一連の記念碑は、第三王朝の国の頃から建造されている。これらエレファンティネ等の建築物は、エジプト公王国に、 多くの巨大ピラミッドが建造された時代よりもずっと前から絶え間なく建造されており、また修理し続けられていた。すべて断数は3段以下ではあるが、辺境において王権を確かに示す機能があったとみられる。エレファンティネ島のサテと女神の神殿にあったファラオのレリーフ、ルーブル美術館像。エレファンティネ島には第十一王朝と第十二王朝のレリーフがあるため、 エジプト中央国時代にも記念碑が建てられたことが判明している。エジプトがヌビアを俗領とした中央国時代にはヌビアを支配するための行政庁がエレファンティネ島に置かれた。エジプト新王国時代にもエレファンティネ島には数多くの神殿が建てられることになる。新王国時代の神殿がクヌムに捧げられた神殿である。その周りにはハトシェプストと トトメス三世の時代に建てられたアヌケトガミに捧げられた神殿と神殿と同じ様式でアメンホテップ三世の頃に建てられた商業施設が配置された。時と共に町は大きくなりナイル川を越えて東側に広がった。このナイル東岸の町は後にシュエネになった。ネクタネーボはクヌム神殿の修復をした。クヌムはナイル川の源流を守る神であり。 急流の主である。クヌムの受信、アヌケトとさて、との神殿もまた、ネクタネーボにより修復された。プトレマイオス朝エジプトの時代には、エレファンティネ島と東岸シュエネを合わせた町はますます発展した。この頃、島の南岸にイシスを祀る神殿が建てられた。有名なエレファンティネ島のナイロメーターは、このイシス神殿のものである。なお、 エレファンティネ等のナイロメーターの存在はよく知られているが、当時ナイル側に面したエジプトの神殿はどこも一つはナイロメーターを備えているものだった。トトメス3世とアメンホテップ3世の神殿は19世紀まで見ることができたが、近代エジプトにおける工業化の必要性から完全に取り壊されることになった。20世紀初頭にエレファンティネ島で発掘調査が行われ、 古代ペルシアの統治下にあった時代のアラム語のパピルスが大量に見つかった。これによると、紀元前6世紀までエレファンティネ島にはユダヤ人のコロニーがあり、クヌム神殿のそばに YJW 地を祀る大きな神殿があったことが分かった。エレファンティネ島にある遺跡初期の王朝の頃から、エレファンティネ島はノマルケスという地方長官が支配することになっており、 皇王国から中央国までの時代の地方長官の墓が島の東側の対岸に面した土手の斜面に作られている。この墓所はクッペテルハワーと呼ばれ発掘調査がされている。ノマルケスの墓所は洞窟内にある地下墳墓である。第六王朝のサブニとメクの二重墓のように柱や支柱で支えられた非常に広い部屋もある。 1> 第1二王朝のサレンプト一世の墓も広く、ベニーハサン村にある、彼が代理人を務めた王たちの墓に劣らないくらいである。なお、墓には番号が付されており、ソレンプートイーアは脳36、ピープニクトは脳35、ハーキューフ、クーンズ、ソレンプート2は脳31、サブニーは脳25、マクは脳26である。 ナイル川の土手からクッペテルハワーに向かって、浮し彫りで飾られた参道が作られている。夜間は、アソアンの街から見えるように参道が照明で照らされる。クッペテルハワーの西、ナイル川から2キロメートルを行った、小高くなった場所に、聖シメオン修道院がある。この修道院はエジプトが、キリスト教家された時代の重要な遺跡の一つである。修道院は、高さ6。 7メートルの壁で囲まれており、要塞化されている。壁は、下の方が石でできていて、上にレンガが積まれている。この修道院は、紀元8世紀に,に建てられたエジプトで最も大きい修道院の一つである。壁の内側に入ると、高さの異なる3段のテラス状の敷地がある。左右下段のテラスには3つのネフを有する教会が建っている。教会の建物は、道のた 修道士が寝泊まりする部屋になっている。他のテラスには料理をしたり買い物をしたりするための施設があり、屋台やオリーブを絞る施設もある。修道院は、紀元12世紀には遺棄されたものとみられる。ありがとうございます。